皆様こんばんは、さだまさしでございます。本日はついにこのね、NHK506 スタジオへやって、もうね、ここは私がかつてですね、グレープ時代に、NHK のオーディションを受けて見事に、予選で落ちたという、そういうところでございます。本当に因縁のこもった、あ、そういえばちょうどですね、506スタのずっと上の方の壁のあたりにですね、あの時の私の怨念が確かに未だにこびりついている、それたたりのスタジオから今日は1時間お送りしようと思っております。一緒にしばらく楽しんでください。今日は、もちろんさだまさし僕一人ではなくてですね、サーカスという僕がいつもコンサートの時に手伝ってくれてるメンバーを一緒に来てくれまして、今日はライブでお送りしようと思います。1曲目はかかしという歌です。街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が、消えればお前がここを出てから初めての春、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むのことでもいい、お前の笑顔を待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり、置き去られて雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中で、ちょうどあのかかしのように、寂しい思いか、友達できたか。
1曲目にはかかしという歌を聴いていただきました。さだまさしっていうのを非常によくご存知の方と、それから全然知らんというそういう方もやっぱりね今日は聞いてらっしゃると思うんですね。それで、今日初めて、お会いする方に自己紹介などやっぱりしなくてはこれいかんとこういうふうに言われまして、そうなんと言ったらいいでしょうかね。経歴から申し上げると、この3歳の時からですね、私クラシックのバイオリンを習わされたというか、まあ、習ってたというか、昔はそれでもね、長崎の神童と言われた長崎の星とまで歌われ、そして将来を本当に嘱望されたんですけどね、子供の頃は。でドロップアウトは中学時代に東京に出てきてから始まるんです。一人で下宿してましてね、頃からだいぶもうひどかったですね。いや何がひどかったかっていうと、だんだんこういうギター弾いたり歌を作ったりすることがね楽しくなってきてしまった、まあ、この辺でメッキが剥がれたと言った方がいいでしょうか。それでもまあその後僕は高校を国学院高等学校を経て東京大学へと無事進むわけなんですが、まあ東京大学を首席で出た後は、ああそうか、ちょっと今日言い過ぎてるかな、本当に僕という人間を信用している方は本当にあいつは東京大学首席に出たに違いないと今改めて驚かれたと思いますが、それは嘘です。国学院大学を最下位で中退した私でございました。その後ね、肝臓をやりまして、肝臓を本当に壊して、それで長崎へ帰ったんです。あの時はもう惨めでね、もううちの親父とかお袋とかの顔を見るのが本当に貧しくて、こんな状態で家へ帰ったら親父に肝臓されるんじゃないだろうかっていう、そうおかしいですか、そういう感じでねやってたんです。でその頃にグレープとい う幻の名グループを結成しまして、そして、つい2年ほど前に華々しく解散して、というよりも解散した後華々しく売れて、その後、まあ、8ヶ月ぐらい一人で休んだ後こうして、一人でやってるわけなんです。まあ、皆様には雨宿りという曲がおなじみではないかと思うんですが、歌に関してはね本当にこういうところで言うのも変ですけど自信がなくて、その自信がない原因は全て NHK にあるわけですね。一番最初にこう雪の朝という歌でこの506スタ、私今日しつこくこれに食い下がろうと思うんですが、この506スタに来た時に鮮やかに落ちた、この落ちるというのは私慣れておりましたけども、この時のショックというのは未だに尾を引いて、歌がどうのこうのっていう話題になるとすぐ私はスッと沈む、そういうパターンが未だに出来上がっているわけなんです。好きなチームはやはりカカシという歌を作るぐらいですから、王選手のいる巨人、こういうことになっております。阪神ファンの方はすぐにチャンネルを他にお回しいただきたいと思います。というわけであら、多少チューニングが狂っておりますが、12弦ギターの特徴として一気に弾いてしまうとわからないという、こういう大変特性を利用しまして次の曲をお送りしようと思うんです。君のふるさとという歌。